はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回もね、前回の続きで伝説のポケモン取っていきたいと思います。で、これじゃなくて、で、今回はね、前回は鳳凰だったんですけど、今回は、ま、これ行こうと思ったんだけど、てか天空の遺跡、あ、リクーザなんだこれ。一応今回はね、ミュウツー行きたいと思います。遺伝子の石板ですね。ちょっとね、今サイトで見てるんですけど、遺伝子の石板で合ってるよね。じゃあこれを買いたいと思います。OK、交換。毎回購入って言っちゃうけど。じゃあ早速だけど、ミュウツーの洞窟に行きたいと思います。場所が正直ね、毎回わかんないんだけど。え、じゃあここ?ここ僕まだ行ってない気がする。ここか!よし。なんか発電所っぽいね、なんか。そういえばミュウツーってそっから出たんだっけ?なんか僕最初の、一番最初のアニメじゃなくて映画かな?僕それ見てないんですよね。てかポケモン久しぶりに見たいな、映画とか。てかアニメね、見てたんですよ、その、最初からね。ここ最近。結局、途中で見終わって自動車学校行っちゃったってよね。まあ、一回ここでレポートして、早速、ミュウツー、対戦します。いや、かっこいいなぁ、ミュウツーも。鳳凰もいいけど、だけど鳳凰の方がいいかな。OK。だからミュウツーって本当に宇宙にいそうな感じだな。じゃあ、早速。緊張感。まあ、威嚇で攻撃を下げる。まあ、だけど、それは正直どっちでもよくて。まあ、クイックボール。さあ、どうなる?まあ、出る。まあ、鳳凰と同じだね。まあ、これも地道に削っていくしかないね。ありがとう、耐えてくれて。電磁波で、パワースパック。これ大丈夫?おぉ。お、びっくりした。やられるかと思った。オッケーオッケー。麻痺状態にはできたから。まあまあまあ。で、ここで一回ね、ボルトチェンジ。まあ、できたら当てたい。お、いけた。オッケーオッケーオッケー。これで、レントラー、戻すか。戻して、どうするか。無垢保護でいいや。まあ、ムクホークのツバメ返しとかで、ガードスパック。めっちゃ好きだな、ミュウツー。そういうの。これはもう普通にツバメ返しだな。おお、いいじゃん。急所に当てて赤ゲージ?ちょっと待ってよ。OKOKOK。じゃあ、ここから、まあ、ボール投げ合戦始めたいと思います。ハイパーボール。出るね。しょうがない。これもう地道にどんどん投げるしかないな。むずいな。いいじゃん。で、ハイパーボールで。いやー、だけどいいよ。2回はいいよ。うわ、めっちゃ食らうな、本当に。ハイパーボール。いや、ミュウツー多分一番。ここまで強いかもしれない。結構ね、動画時間でちょっと決めてるんですけど、なんかうまくいく時と、あとは平均6、7分なんですよね。ちょっとそれ超えてるから、なのでちょっとやばいかも。だけどライコーも一番やばかったね。
やー頼む。うわーめっちゃ出るな。唯一の救いは麻痺状態で全然攻撃してこないことかな。よし来たー。なんか本当意味不明な時に来るね。なんかいや意味不明ではないか。いやー嬉しい。だけどってことは投げ続ければいつかは入るってことか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ早速石像もらいに行ってボックスで見たいと思います。だけどその前にねちょっとここ見たいね。うわかっこいい。そうこんな感じだね。なんかな中に入ってるんだよねカプセルの中。いやすごいな。 OK ここで石像をもらいたいと思います。ミュウツーの石像。じゃあ最後にボックスでゲットしたミュウツーを。おだけど結構ゲットしたな。いいね。サイコキネシス、パワースワップ、ガードスワップ、白い霧。うん、技はめちゃくちゃ微妙。だけど性格は素直で特性は緊張感。まあ、一応ミュウツーは嬉しいかな。まあ、てことで一応今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったらぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。てことで、バイバイ。